こんにちは。将棋ウォーズ10切れ達成率がまた 40% 弱ぐらいになってきましたね。お前が後手だ。あ、初段の方か。対局開始。よろしくお願いします。角交換四間飛車をやっていきたいんですよね。四間飛車、うん、これはもう変えちゃいましょう。角交換振り飛車、ね、こういって、うん、これね、あーでもそうか、これは銀上がらなかな。でこう銀冠っすか、銀冠っすね。まあこっちはこれで畳の囲いガンガンいって、でこれはもう銀も上がって、うんうん、まあ守りはできたって感じで、でそうですね、向かいにしてもいいんですけどね。どっちがいいかな。銀上がったか。そうですね、まあここは空いてるんで角、うん、まあまあついていきますか。迎えにするっていうのもあるみたいですけどね。まあ突き切っちゃうか、うん、これはそうですね、まあ銀上がって、そうですね、金も上がるか。金上がりますかね。高みの囲い、うん、ああ嫌な手ですね。まあ突いとこうかな。これね、棒銀みたいにこういくのありなんですよね。もうここは放置で、うん、こういってついてもうこういっちゃうっていう。これね、結構ありなんですよね、うん、もうこうやっていっちゃう。一応ソフトで見たんだよな、この辺ただ桂跳ねてる形だったけど、まあ跳ねてない方がいいんかな。ここをね、無視するんですよね、なんかそう、こう来るんだけど、ただもうこうやって鳴った時に桂に当たらんようにするんだけど、取ると同銀、同銀、まあ、ここに角打った時に慣れないんだよな、こっちで、うん、突くと、取ればついて、取ってももうないか。まあじゃあこういくか。あ、引くんか。これは銀上がると、銀上がりたいですよね。もう無視してこうやって、うん、まあ当然同銀で、これはもう鳴っちゃうのいいんじゃないの。歩で行くとこう来るのかな。だから銀で行って同銀なら鳴れるし、ああ、まあでも銀損になるのか。まあでも銀で行ってこうなら飛車成りでいいかな。だから銀で行っちゃいますか。飛車成りいけるかな。
どうでしょうか。うん、飛車で取り合った時にこの手があるか。でも歩成りで、ああ。どうなんやろこれ。金の方取って同金に角打つ寄る金打っちゃう。取る同金角打つ角合わせる成る同桂桂か。これでもなんか、うん、手筋ですよね、この歩やるの。こう取るとこう来るからこっちかな。で歩打つ。叩きの歩。こう来るから。来ましたね。んー、でもこれ取り合いは得じゃないかな。てかまあ浮いといてもいい気がしますね。どこがいいかな。ここかな。角打たれないように。寄るんかな。寄ったらもう金打ったろかな思ってるんですけど。どうでしょうか。寄ると、うん、寄ったら難しいか。あ、桂ね。うん、なるほどなるほど。なるほどなるほど。じゃあ一個上がりますか。で歩打つと思うんですけど、角かな。角もあるか。歩がね、打たされ損ですよね。どうせ俺はもうこれ、あ、銀か。これは結構得したんじゃないですか。成りで。これは取りたいですよね。同銀。銀を得した気がしますが。で、これでこう取って。これは銀得しましたよね。で、ここに飛車打って、次銀取りかつここに銀打ちを狙って、で相手が何してるか受けてくるかな。角打ちとかあんま聞いてないですもんね。ダブル、あー。これは、でも相手が駒がないから、うん、こうなるんだ。これでもこう打ちたいですよね。これだって切れないもんね。あ、でもちょっと待ってよ。ここに書く。あ、でも歩がいてくれたおかげで。助かりましたね。このラインは。これ銀取るか。うん。強い人ならもうここで寄せそうな感じがあるけど、角打つというのはどうでしょうか。でもちょっと、この辺の脱出経路は、うーん、どうでしょうね。まあ、こうかな。桂取るんですかね。うん。で、桂は5五が嫌か。
なんとかしたいけど、まあでもこれが結構厳しい。桂馬も無視って銀でも打って。ここ結構逃げられるとあれかな。桂嫌ですね。5五桂。そうなんだよな。しかしこれは取らせるとやばいけど、引いてと金寄ってくるのかな。桂跳ねてくるのか。引きますか。ここを狙ってこういってもあるのかな。角打ち込んできたりするかな。引いておきますか。あーね、今日打とうってことか。角打ちはどうですか。合わせてくるかな。これはでも銀打ちたいですよね。今日打ってくる。でもこれ結構まだ時間かかると思うんだよな。これは取りましょう。で銀打って、取ると金打つ。まあ金打つ。これは積んでるか。夜上がる。金2分30秒。夜上がる、金打つ、上がる、銀打ち。ここが浮いとるな。なるほど。こうは取る、角打つ、上がる。2分。ちょっと待って、これよく読もう。引くでしょ。これで、こう。まあ取ったら角打って、こう行くかこう行くしかなくて、銀打って、あるいは金打って、銀打って、ちょっと待ってよ。取る。取る。1分30秒。取る、逃げる。まあ、取るか。ちょっと、いよいよまんまになっていいんか、これ。で、角打つ。寄る。上がるか。それは銀打ちで。ありがとうございました。いや、なんか角交換振り飛車調子いいな。結構ね、調子いいんですよね。5連勝という感じで。ありがとうございました。